って、すっかり遅くなっちまったな。まったくこんなとこで財布なんか落とすなよな。悪い悪い、部活の後でちょっと後輩どもとふざけててさ、風呂上がりに牛乳買おうと思って初めて気づいたんだけど、見つかってよかった。中身もちゃんと入ってるし。ん？なんだ、誰かいるのか？貴様ら、こんな場所で一体何をしておるか。俺たちはただ昼間落とした財布を探してて。貴様は上官に口答えする気か。上官って。この時間の外出は皇族で禁止されているはずである。貴様らの行いは神聖なる学園の生徒として言語道断である。あんたまさか執行委員。そんな、確かにちょっと遅くなっちまったけど、俺たちは何も悪いこと。黙れ。規律を守れぬ者はそれだけで万死に値する。嘘だろ。やめ。処罰。なんで、なんでこんなことくらいで。生徒会の法は絶対である。そしてその法を執行する我々の力もまた絶対なのである。我々こそが。これが、こんなのが生徒会の正義なのかよ。さあ、そんな目で見るな。本当にこれでいいのか。自分の銃は何のために。何を恐れている、崇高なる法の執行者よ。貴殿は我の教えた通りに違反者を罰したようだな。案ずることはない。お前はその銃で正しい行いをしたのだ。こんな夜分に一般生徒が学園内を徘徊することは校則で禁じられているはず。そうであります。だからこそ貴殿の言う通りの処罰をしたであります。完全に始末することなく見せしめとして警鐘を負わせるようにと。ですが、それにしても本当にここまでする必要があったのかどうか。嘆かわしい。生徒会はいつからそのようなふぬけの集まりになったのだ。そんなことは。ただ自分は警告を与えるだけでもよかったのではと。まだわからないようだな。やつらは身勝手で愚かな羊だ。群れの中にいなければ生きられぬくせに、時としてあのように平穏を乱す。秩序を保ち、絶対の正義を貫くためには、力の行使が必要だ。恐怖と力による支配で、奴らに主の存在を思い出させてやる。
迷いを捨てきれず苦しんでいたお前に正しい力の使い方を教えてやった我が信じられぬか。キドゥは一体何者なのでありますか。我はただこの学園の平穏を望む者。力を持つ者よ、お前の心が望むまま存分にそれを行使するがいい。自分の銃は何のために。お前のその銃は悪をくじき正義を貫くためにこそある。お前の力は邪悪なる魂を狩るためにあるのだ。自分の銃は正義のために。そうだ、それでいい。忠実なる法の執行者よ、その力による正義でこの学園を支配するがいい。学園の闇に潜むファントムか。放っておくのか。我々が挑発に乗ればそれこそ奴の思うツボだ。それに墓を守ることこそがこの学園を、ひいては生徒たちを守ることになる。ファントムの目的が何であれ、墓守は本能で墓を守る。そうしなければならぬものがあそこには眠っているのだからな。果たしてそれが何なのかは、亡くした本人も覚えてはいないと思う。だからこそ過去に苛まれることなく生きていける。お前とてそうではないのか。例の転校生はどうする。転校生か。そろそろ見極めねばならないようだな。あの転校生の存在がこの学園に何をもたらすのか。それでさ、その生徒会執行委員がいきなり銃みたいので撃ってきたらしいんだよ。信じらんない。いくら校則だからってそんなことぐらいで。くそ、何が生徒会だよ。
あいつら権力を稼ぎ俺たちをいたぶって楽しんでるだけなんじゃないのか。ブラー、バカ、声がでかいって。ねえ、それでその子たちはどうなったの？もちろん、そこで闇夜に颯爽と黒いマントが翻り、ファントムの登場。それでそれで、二人は間一髪のところで無事救出されたって噂だぜ。結局怪我も大したことなくて済んだみたいだし。やっぱり四番目のファントムは私たちを救ってくれる正義の使者のことだったのね。ファントムが俺たちを。ファントムが。猫も杓子もファントム、ファントムか。なんだかファントム同盟なんてのもできたらしいよ。なんだそりゃ。徒党を組んで生徒会に反旗でも翻そうってのか。わかんない。ファントムを応援する会。アホか。自分から何かをする勇気のないやつに限ってああいうのを祭り上げたがる。大衆ってのは哀れなもんだな。お前はまだ分かってない。本当の生徒会というものをな。ともかく小さな力をどれほど寄せ集めてみても絶対にかなわないものがあることをやつらは知るべきなのさ。中身くん、あ、ねえ、どこ行くの？もうすぐホームルーム始まるよ。無理に早起きしたせいで頭が痛いんだ。保健室で一休みしてくる。一休みってさっき来たばっかなのに。いいんだよ、ホームルームが始まる前に教室に入るという偉業を成し遂げたんだ。あとはゆっくり休ませろ。もう相変わらずわけのわからない理屈ばっかりこねてるんだから。そういえばさ、結局あれからずっと気になってたんだけど、君ってスクミのこと好きなの？へえ、やっぱりそうだったんだ。そっか、やっぱそうなんだ。あ、みんな静かに席についてください。あ、はーい。私たちも座ろう。最近学園内に謎の人物が現れ、いろいろと物騒な事件が起こっているようですが、皆さんは誇りある神吉学園の生徒です。根も葉もない噂に振り回されることなく、各自責任ある行動を取るように心がけてください。先生、根も葉もない噂なんかじゃないよ。ファントムは正義の味方なんだぜ。生徒会の暴挙から俺たちを守ってくれるんだ。本当にそうなのかしら。先生はみんなにもう一度考えてほしいと思います。その人は本当にいい人なの？たとえ何が起こってもみんなの味方でいてくれると信じることができるの？それは多分。そのファントムという人が何者なのかは先生たちの方でも調査を始めています。私に何ができるかわからないけれど、でも先生はみんなを守りたいの。それが先生たちの大事な役目だと思うから。だからみんなも危険なこととは
関わりにならないように。いいわね。それじゃあ今日も一日元気に頑張りましょう。くれぐれも人気のない場所へは行かないようにね。ひな先生、あんなこと言っちゃって大丈夫かな。ほら、この学園ってさ、どこで誰が聞いてるかわかんないし。って、私もあんまり気にしたことないけどね。心配してくれてありがとう、八千穂さん。あ、先生！大丈夫よ。先生こう見えても運動神経はいいんだから。それよりあなたたちの方こそ気をつけてね。特に。ねえ、先生に何か隠していることはない？先生、転校生くんには私がついてるし。そうね、八千穂さんがいれば無茶はしないわよね。でも本当に二人とも危ないことはしないでね。はーい、先生。それじゃあね。先生って本当にいい先生だよね。私はすっごい好きだな。君は？ひな先生のこと好き？わ、すごいこと聞いちゃった。大丈夫、ちゃんと二人だけの秘密にしておくから。君はひな先生のこと。あ、さーて今日も授業が始まるね。座ろ。ねえねえ、どうしてこの時間が自習になったか聞いた？聞いた聞いた。安田先生、生徒会に処罰されたんでしょ？始業のチャイムが鳴っても下駄箱で女子と話し込んでたって。ただそれだけでだろ。私、ベルが届きました。もうやだよ、こんなわけわかんない学園。くそ、俺もファントム同盟に入ろうかな。ひな先生はああ言ってたけど、私絶対にファントム応援する。私も私も。生徒会なんてなくなればいいんだよな。生徒会なんて。なんだかますます嫌な雰囲気。でもファントムって本当に何者なんだろう。誰かのいたずら、正義の味方、それとも本物のファントム。ねえ、君はどう思う？
現実的な意見。名探偵ファントムの謎に挑むなんてね。まあ確かにここは幽霊くらい出てもおかしくない場所だがな。あ、水上くん。それにしても生徒会の不当な処罰から生徒を守るファントムね。確かに最近の執行委員の暴走ぶりは目に余るものがあるからな。あれ珍しい、水上くんがそんな風に言うなんて。以前だったらぷはーっとアロマ吹かしながら、そんな奴らと関わり合いになるような行動を取る方が悪いのさとか言っちゃってたのに。お前俺をどういう目で見てるんだ。だってねえ、水上くん最近ちょっと変わったかなって。君もそう思わない？君もなんだか嬉しそうだね。勝手なことばかり言いやがって。あれ水上くん、今度はどこ行くの？どこだっていいだろう。まったくお前は俺の監視役かよ。もうまたあんなこと言って照れてるのかな。だってなんだかんだで最近は前よりもよく教室に戻ってくるしね。お昼休みまでもう少しあるけど君はどうする？なんだか二人はすっかり仲良しだね。あの水上くんにこんないい友達ができるなんて。うんうん、私も嬉しいよ。ほら早く行かないと置いてかれちゃうよ。じゃあまた後でね。おい、なんだお前も抜けてきたのか。ま、授業もないのにあんなところにいても仕方がないしな。ん？いや、ちょうどいいところであったよ。大衆に迎合できない奴がここにもいたな。大衆心理なんか興味ないよ。そんなことより僕の心を占めている懸念は一つ。最近医師たちが騒いでるんだ。お前なアニメの見すぎじゃないのか。水上光太郎、想像力が著しく欠如っと。変な目も取るな。君は、君なら信じてくれるよね。さすがは。君にも聞こえるかい、医師たちの語るこの声が。で、結局何が言いたいんだよ。僕は探偵じゃないけどね、一連の事象には何らかの関連性があると見てる。そもそも生徒会が腐敗し始めたからファントムが現れたのか、それともその逆なのか。結果的にはファントムが現れ、学園は混沌の様を呈し、医師たちはささやき始めた。医師が、大地がざわめいている。それが何を意味するか。この学園で医師がたくさんある場所といったら、あそこしかないよね。墓地か。仮にもしそうだとして、なぜ生徒会と反目する必要があるんだ。さあね、僕は生徒会の人間じゃないからそこまではわからない。だけど君にも無関係な話じゃなさそうだから、まあ一応伝えておいた方がいいかなと思って。
それだけ。それじゃますますわけがわからなくなってきたな。生徒会に反目するファントムは転校生の味方となりうるのか。まあ、あくまでお前の問題で俺には関係ないがな。情けない顔だな。まあ、手に負えなければ声かけな。気が向けば手伝ってやるよ。やれやれ、やっと昼休みだな。飯でも食いに行くか。濡れていくにはちょっと勢いが強すぎるな。仕方ない、傘を取ってくるからここで待っててくれ。その顔は待つなと言っても待ってるって顔だな。まあいいさ、好きにしな。じゃあちょっと行ってくるぜ。自分を見る人の視線が痛くて苦しくて恐ろしいのであります。ですからそのなぜ見も知らぬ方に自分はこんなことを話してるでありますか。まったく情けないであります。そんなことでは正義を貫くことなどできない。こんなことでは。待たせたな。どうした、何かあったのか。やお二人さん、これからご飯。ん、えへへ、マミーズ行くんでしょ。一緒していい。いやだな、そんなこと言ったっておごってなんかあげないよ。ほら二人とも早く。まったく、悩みのないお子様は元気でいいな。さてと、ま、野鳥に見つかったのが運の尽きだ。行こうぜ、ちょっと狭いが入ってくよ。諸君、我々は今こそ立ち上がるべき時である。ファントムこそはこの学園の真の守護神であり、我々を生徒会の圧政から解放する救世主である。今こそ我々の力でこの学園に自由を取り戻すのだ。ファントムの名のもと、この呪われた学園に制裁を。うわー、あれが今をときめくファントム同盟？
この雨の中元気だな。何が自由を取り戻すだ。バカバカしくて付き合ってられないぜ。自分たちだけじゃ何もできない奴らほど、ああして群れると途端に強気になりやがる。それこそファントムの思うツボなんじゃないのか。水上君、それどういうこと？さあな、なんとなくそう思っただけだ。でもみんな本当にこの学園がそんなに嫌いだったのかな。私は別にそんなに嫌なことばっかりじゃなかったよ。確かに最近の厳しすぎる取り締まりはちょっとおかしいなって思うけど。あれ？向こうにいるの白木さんかな。何してるんだろう。さあな。しかしあいつも本当に一人でいるのが好きだな。寂しくないのかな。そうだね。よし、ご飯に誘っちゃおう。おい、八千穂。まったく体力あり余ってやがるな、あいつは。仕方ない、行くか。白木さん、よかったらお昼一緒に食べようよ。いえ、私はもう済ませたから。本当に？残念。ちなみに何食べた？え？あの、サラダ。それから？それだけだけど。そんなのご飯じゃないよ。ダメだって。ご飯はちゃんと美味しくいっぱい食べないとね。そうそう、楽しい一日は美味しいご飯からってよく言うよね。そうなの。あなたたちはこれから食堂へ行くの？うん、そうだよ。そういえば白木さんも見た？すごいよね、ファントム同盟。白木さんもやっぱりファントムは正義の味方だと思う？羊の群れが安全に生きるためには羊飼いの存在が必要なのに。え？柵を越え群れをはぐれた羊を果たして誰が守るというの？ねえ、生徒会は本当にこの学園にとって不要な存在だとあなたには言い切れる？あなたに必要なのは真実を見極めること。あなたはこの学園について何を知っている？あなたの敵は誰？味方は誰？何が正義で何が悪？あなたはもう、いえ、初めからこの学園の守られるべき子羊ではない。くれぐれも見誤らないことね。あ、行っちゃった。白木、あいつこそこの学園の何を知っているというんだ？白木さんってもしかしていつもあんな難しいこと考えてるのかな。は？だってよくわかんないけど、なんだか辛そうに見えたから。わかんない。考えてたら余計にお腹空いちゃったよ。さあ、ご飯ご飯行こう、二人とも。おい、八千穂。結局こうしてあいつに振り回される羽目になるんだ。ま、大した行動力だとは思うがな。
さて、それじゃ行くか。早く入るよ。ま、野郎二人で狭苦しいのはわかるが、あんまり離れてると濡れるぞ。まったく、何がそんなに嬉しいんだか。さて、今日は何を食うかな。私と話がしたいの。よく来たね。悩みがあったらまたおいで。アイテムを入手しました。アイテムを入手しました。僕に何か用か。また会おう。俺に何か用か。じゃ、またな。
ムを入手しました。僕と石について語ろうよ。楽しかった？アイテムを入手しました。どうしたのだ？用があればまた来るがよい。どうしたんだ？俺に用かい？また今度な。何かご用ですか？曰く、友情は静かな月のように太陽の現れない前の大空に輝く。それじゃあまた。Equipment.
ったね。やれやれ、今日もやっと終わったな。雨も止んだようだし、とっとと寮に引き上げるか。いつも不思議だったんだけどさ。なんだよ。水上くんって毎日こんなに早く寮に帰って何してるの？何ってそりゃ昼寝とか、あとはまあ昼寝とか。うわ、信じらんない。ほんと不健康なんだから。俺が健康だろうと不健康だろうとお前に関係ないだろう。それに人にはそれぞれ自分の生活ペースってもんがあるんだなあ。わかったわかったって。お前はあれだろ、夜中にコソコソやってる楽しみがあるからな。もうそんなひねくれたことばっかり言ってないで、水上くんももっといろんなことにチャレンジしてみればいいのに。チャレンジね。なら今度試してみるか、一日何時間眠れるか。そう遠い場所じゃないな。行ってみるか。目が、目が、くそ、すごい生徒会だ。俺はただちょっと文句を言っただけなのに。おい、そこのお前、撃ったやつを見たのか？俺は何も知らない。黒い影みたいなのがちょこっと見えただけで、どこから何が飛んできたかもわかんねえよ。俺の目が。大丈夫だ。こめかみをかすったせいで血が目に入ってるだけだ。おい、いつまでもぼーっとしてないで、とにかく保健室へ運んでやれ。でもこいつを助けたら俺まで生徒会に。そんなこと言ってる場合か。目の前に傷ついた同級生がいる。助けてやるのが人間ってもんだろ。おい、立てるか。ヤマト。よう、まったく、ここは相変わらず賑やかな学園だな。ユナギくん、ねえ、あの子本当に大丈夫なの？ああ、ざっと見ただけだが、大して深い傷じゃなかった。それにしても、随分と物騒な匂いが残ってるな。なんだよ、俺には何も匂わないぜ。ま、光太郎の鼻はカレーとラベンダーの違いくらいしかわからないからな。勝手に言ってろ。で、結局何なんだ？決まってるだろ、硝煙の匂いだよ。どれだけ腕に自信があるか知らないが、こんな放課後の校内で銃を振り回すような輩が正常な法の執行者であるとは俺には到底思えない。君はどう思う？今の生徒会のやり方に君は賛同できるかい？そうだな、生徒会が真に学園の生徒のための組織ならば、こんな暴挙には出ないはずだ。でも、どうしてファントムは来なかったのかな？案外、恥ずかしがり屋さんとか？さあ、どうだろうな。ただ、ファントムを見た者たちの話から察するに、いつもは
影から様子を見ていたのではないかという速さで駆けつけるようだな。暴走する法の執行者と幻影のごとき謎の救世主か。どうやらこの学園の謎はますます深まってきたようだ。だが俺は君ならばその真実に迫ることも不可能ではないと思っている。どうだい、自信のほどは。こういう時の君は実に楽しそうだな。頼もしい限りだよ。ヤマト、お前な、あまりこいつを焚きつけるのはよせ。この学園の禁忌に近づけば待っているのは生徒会による処罰だけだ。いくら転校生とはいえ命を懸けるほどのものなんてないだろう。それは転校生の決めることであって光太郎には関係ないことだろう。そもそも光太郎こそどうしてそんなにムキになる。それこそお前には関係ないことだろう。え、ちょっとどうしちゃったの？二人ともなんだか変だよ。確かに転校生のことで俺たちが口論するのもおかしな話だな。さてと、まあそうだ、光太郎。なんだよ。たまにはカレー以外も食えよ。余計なお世話だ。それは言えてるかも。お前も笑うな。それじゃあな、俺はいつも通り転校生の活躍を楽しみにしてるよ。生徒会か。確かに約束事は必要だし、それを破る人にはお仕置きも必要かもしれないけど、でもだからってここまでする必要が本当にあるのかな。生徒会って本当は何なの？やっぱ部活遅れちゃう。それじゃあ私は行くけど、二人ともあんまり危ないことに首突っ込んじゃダメだよ。君も気をつけてね。それじゃあ私先に行くね。生徒会は本当は何なのか、か。あ、メールか。俺もお前と一緒に帰ろうと思ったんだが、ちょっと用事ができた。もう下校の鐘が鳴ってる。俺に構わず校舎を出ろ。いいな。お前が校舎を出る頃には追いつくさ。じゃあな、気をつけて帰れよ。急いでな。うん？転校生ではないか。ちょうどいいところであった。お主にこれを渡そうと思っていたのだ。拙者の管理している鍵だ。好きに役立てるといい。これでいつでも道場に入ることができる。銃などという無粋なものにばかり頼らず、お主もたまには道場で汗を流してみるといい。そうだな、たまには拙者と手合わせでもしてみるか。うむ、放課後ならば拙者は大概道場にいる。いつでも喜んで相手になろう。下校の鐘が鳴ってしばし経つ。
急いで校舎を出た方がいい。今の執行委員のやり方は常軌を逸しておるからな、ひょっとするとあの白い仮面の男の仕業やもしれぬ。お主と会う前に拙者の前にも現れ力を貸すなどと怪しげなことを申していた。それにキャツはお主のことを邪悪な意志を持つ者だと。だがお主は執行委員たちに真っ向から勝負を挑み、その魂を解放してきたのではないか。お主らしい答えと言うべきか。やはり拙者の目に狂いはなかったということだな。今の拙者にはキャツの言っていたことが偽りであるとわかる。お主とこうして実際に相対してみた今ではな。ところでお主、七瀬殿とは。いや、何でもない。今のは忘れてくれ。引き止めてすまなかったな。気をつけて帰られよ。それではごめん。校則で定められた下校の時刻はとうに過ぎているぞ、転校生。こうして顔を合わせるのは初めてだな。俺の名はアモン・テイト。この神吉学園の生徒会長を務めている。なるほど、なかなかに侮りがたい。お前には聞いておかねばならないことがある。教えてもらおうか。あの墓の中で何を見たのかを。まあいいだろう。だがこれ以上墓に足を踏み入れるつもりならば、生徒会はお前を不穏分子とみなし相対せねばならない。俺の忠告に従うも従わざるもお前の自由だ。さあどうする、転校生。そうか、それがお前の選択か。だが気をつけるがいい。もし今度墓に入るようなことがあれば、その時はお前の身の安全は保証できない。では残り少ない学園生活を有意義に楽しむことだ。また会おう。遅い！下校の鐘は塔に鳴り響いたぞ！貴様の行いは神聖なる学園の生徒として言語道断である。よって貴様を生徒会の法のもとに処罰する。小賢しい真似を。おい、大丈夫か？ん？他にもまだいたのか？何ポケットしてんだ、走れ。逃がさん。
の銃、一体何パ様が入ってやがるんだ。どうした、もう逃げないのか。言っておくが、弾切れを狙おうとしても無駄である。自分にはあらゆる鉛成分から自在に弾丸を作り出す力があるのである。地獄の弾丸が貴様らをどこまでも追い詰め、必ずや正義の鉄槌を下すのだ。何が正義だ。姿も見せずに物陰から人を狙うような奴に正義を語る資格があるのか。うむ、自分は3年 D 組の澄木宝介である。生徒会執行委員として校則に反した貴様らに処罰を与える。処分を下す前に名を聞いておこう。その声、貴殿は昼間の、そうか、転校生か。ただの違反者ではなく相手が転校生とあれば話は別だ。貴様は神聖なる墓を犯した滞在人である。あの場所は何人たりとも土足で踏み入ることはかなわぬ聖地である。分かったら返事は。よーし、その燃える情熱と心意気、貴様なかなか見どころがあるぞ。お前が近頃評判の暴走執行委員か。お前は本当に自分のしていることが正しいと思ってるのか。自分は法の執行者である。法を犯す者には制裁が必要なのである。ともかく貴様は自分の敵だ。自分は正義の名のもとに法を執行するものであり、貴様こそが悪なのだ。なんだそれは。道場、哀れみ、そんな目で自分を見るな。顔を隠してコソコソしながらでなければ何もできないようなやつに指図される覚えはないと思うがな。なんだ。そんな目で見るな。危ない。貴様、なぜ逃げないのか。自分に撃たれるのが恐ろしくはないのか。貴様はなぜ、自分のこの銃は正義のために。自分の弾を切断するとは、貴様またつまらぬものを切ってしまった。だがこれも友の身を守らんがため。無事か。おう、ならばいい。貴様、裏切り者め。お主の心に混沌が見えるぞ。何を信じ、何を疑うべきなのか、それすらわからぬお主に
この転校生が倒せるはずもない。信じるべき。警備員さん、早く。こっちこっち。こっちで銃声みたいなのが聞こえたんですよ。むむむ。次に会うことがあれば、その時は容赦なく撃つ。今だって撃ってたな。うるさい。部外者は黙っていろ。自分の銃は正義のために。あいつは警備員か。お主ら二人ならば何事もなく切り抜けよう。そうだな。腰に刀ぶら下げた奴がいるよりは丸く収まるだろう。それでは拙者はこれで。はい、警備員さん、ここですよ。二人とも大丈夫？野鳥ってことは警備員なんてのは嘘だな。だって部活に遅刻した罰でランニングさせられてたら銃声が聞こえたんだもん。それで慌てて駆けつけたら君と水上くんが襲われてて、もうどうしようかと思って。でも二人とも無事で本当によかった。大丈夫？怪我とかしてない？無事だったならそれでいいよ。けどあの子放っておいて大丈夫かな。どういう意味だ。なんだか苦しんでるみたいに見えたから。ねえ、あのさ、あの子が言ってた正義ってなんだろうね。そんなものは俺が知るわけないだろ。うん、そうだよね。君は自分にとっての正義ってなんだかわかる？そっか。私もなんとなくわかる気がする。私ね、正義っていうのは何かを傷つけることじゃなくて守ることなんじゃないのかなって思うんだ。野鳥、お前熱でもあるのか。うわ、ひどい。人が珍しく真面目に考えて言ってるのに。野鳥のくせに難しいこと言ってるから知恵熱でも出たんじゃないかと思ってな。それよりお前、部活に戻らなくていいのか。やば、そうだった。罰則ランニングの途中だったんだ。鬼の副部長にしばかれる。早く戻んなきゃ。じゃあまたね、二人とも。やれやれ、本当に騒がしいやつだな。まあ、おかげで助かったといえば助かったが。やはり生き残ったか、転校生よ。よっ。思っていた通りだ。お前こそが我の正体を知るにふさわしい。我はファントム。呪われし学園に裁きを下す者。転校生、我が求めていたのはお前のような純然たる強さと欲の持ち主だ。力を持つとはいえ、所詮隅木の生徒会に属するのは、あの日ごといいマリアと、魂なき者は肝心なところで役に立たぬ。つまり、
お前が執行員たちをそそのかしていたというわけか。いまいましい墓守ども、その墓守どもが我の意のままに働く様は、さながら地の誘惑に負けた雨の若彦のようではないか。やがては自らの信じた天に裁かれ、五匹の鳥に葬送される哀れなものよ。だがそれでいい。天の意志を汲む者など全て滅べばいいんだ。我に力を貸せ転校生、あの忌まわしき生徒会を倒す。では、今までお前がしてきたことは何だ。結果的には同じことではないか。我は鍵を探さねばならない。忌々しい墓守どもの相手はお前に任せるとしよう。これを使うがいい。それがあれば夜でも校舎に入ることができる。この学園の秘められた夜を思う存分その手で暴くがいい。我はファントム。この地の解放をはるか太古より待ち望む者。また会おう。闇に見いなれし人の声よ。あれがファントムか。あの仮面はどこかで見たことがある気がするが、ここで考えてても仕方ないか。寮へ帰ろう。なあ、お前は死を恐れたことはないのか。まったく気楽なやつだな。そうしてお前は今夜もあの遺跡に行くんだろ。己の身の危険も顧みずにな。いくらなんでももう俺にだってわかる。この学園のすべての答えはあの遺跡にあるんだろう。ちっ、冷えてきたな。早く中に入ろうぜ。
この場所を守らなくてはならない。どうかもこれ以上扉を開かないで。もうこれ以上誰の血も流さずに済むように。おい、そんなところにいつまでも突っ立ってると風邪ひくぜ。